5400、西北はすなわち天の帝方なり。この西北というのを二次元で捉えると間違えます、ウィンドウを出すと分かるかなと。歌詞ネットワークで、これはもうここを出しましょうか。もうこれがいいですね。こうやってねパンと出しちゃうと切り替えてね、今 Windows になってます。これですからね、西北はといってこれですよ、西天だから天の赤道と天の南極、北極から、まあこれ上が南極でしたかね、天の、それとかも天の南極って入れたらいいんですね。ちょっと枠の中に入ってないですけど、曲で、まあこれが出ればいいですからね。天の南極で画像って出ますよね。天の北極南極、このことを言ってるんですよ。天の北極、こうやって見たらね、天の赤道とは何かと、ね、もう非常にこの 3D で見ないとですね分かりません。このことを言っているんです。西北はすなわち天の帝方なり。これがだから帝方、まあ、パッと見て分かりませんよね。これ読んで分かるというもんじゃないですからねそんな文じゃないですから。まずこうやって Google イメージマップでまたこうして、まあこうして落としておきますね。上下はすなわち地の誠意なり。これがこれは我々が日常を知っている上下ですね。東南はすなわち天の同胞なり。だからこれはだからここで帝方と言ってるのが一日で一周する、要するに一日の日周運動のことを言ってるんですよ。帝方同胞のことをこれ言い分けたんですよね。年周運動のことを言ってるんですよ。内外はすなわち地の同意なり。この内外というのは上昇下降する内外なんですよね。同意と言っている。上下はまあまあこの上下みたいに線一本ですね。二次元のことなんです。内外って言ったら球ですからね。3D なんですよ。その辺を文だけから読めっていうのは無理ですね。これが読んで分かった人っていうのは、まあ、矢野博と高橋正康先生だけです。矢野博先生、もう付箋に博博って書いてるんでね、いつも矢野博っていう呼び捨てにするんだけど大変な人なんですよ。バイエン没後、言語を瞬く間に理解した天才だったんですよ。分かっても表現ができないですよね。解説が難しい。今はねそれができますからね、もうなんてこともなくね、こんなんでポンとこう、おっとっと、あれどうしてだろう。天の帝方なり、こういうのを出してね示すことができるんですよね。こういうふうな、いい時代ですね。ちょっとこうしておいて、こういうふうに枠に入るようにしときましょうか。こうするとね分かりやすいです。これでいいですね。で消したくていいです。ポッとワンクリックで超漢字に戻りました。木は同性を分かちて、道は天時、性は時数。外を天所となす、内を辞書となす。同性分かちても結局、今言った、同性を分かちてなんだけど、木は同性を分かちて、こっちに来て、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。Windows って便利ですね。ちょっと横にこうやれるんで。
木は動性分かちて、動は転じ、性は実。だからこれが実ですね、ホールドしている。だから字はホールドですよね。こういうのをホールドしているのが字なんですよ。で、天っていうのはあの この回転運動なんだけど、まあ天球の運動のことですからね。天球の回転運動と入れましょうか。まあ、こういうのももうキーボード打つんじゃなくて声で天球の回転運動とはとか言ったらもうパッと出るようにしたいですね。こういうことですね。このこと、こういうことをね、江戸時代に考えてたんですよ。分かってたんですよね。現在の我々よりは分かってますよ。それは我々の知識というのは、知識は膨大に持ってますけど、知識の関連付けという点ではものすごく、なんていうか、もうどうもこもならんぐらい拙劣なんですよ。どこまで行ったかな。うちを辞書となす。仏は虚実を分かちて、虚天実地は下を地体となす、上を天体となす。まさに地体天体ですからね。これですよね。ここは間違いなく地体ですよね。だんだん地体から天体になっていくんですよね。これのことです。内下はすなわち元なり。これ元より本の方がいいかもしれないですね。本末で対ですからね。こうしてこっちを今度は元末と読んどくとね、どう読んでもいいですよと。内下はすなわち本なり、元なればすなわち宙に帰してとどまる。外上はすなわち松なり、松なればすなわち往往に行きて災害なし。これの図が往々に行きて災害なしの図ってあるんですよ。これが副菜図ですね。副菜図はどこにあったのかな。ここですね。点々にしてるでしょう。往々は行きて災害がないから点々にしたんですよ。この先わからんということです。天は運を分かつ、しかして配置をなす。ここにおいてか。木は東西南北を運すですね。天球の運動のことですよ。日周運動、年周運動のね。根源たる大仏は宙をもってその意図なす。意図なす、これでいいかどうかちょっと字筆を見てみます。根源たる、どこを読んでましたかね。根源たる大仏は宙をもってその意、位置の意かと思ったらこの意です。間違いありません。こちらもそうです。根源たる天気は意となす、よりどころですね。上下内外の元、上下内外の意の基づくところは三欠八周のよるところなり、根源たる天気は極をもってその意となす。ということで、ちょっとこれから仕事がありますので、ここで終わります。5498行で終わります。